ジャカード食器ジャカード食器は1801年フランスの発明家ジョゼフ・マリー・ジャカールによって発明された自動食器である。ジャカード食器1849トヨタ自動食器を記念するトヨタ産業技術記念館で実演展示中のエアジェット食器。電子ジャカードで制御されている。パンチカードの 技術史上の先祖とされる厚紙でできた穴を開けたカードを使用するもので、以下それをパンチカードと呼ぶ。そのパンチカードの一列の穴が横糸及び縦糸一本に対応する。この方式はそれ以前のパンチカードによる食器に基づいている。バジレーラ・ボーチョンとジーン・バティスト・ファルコンがパンチカードによる食器を 発明し、ジャックと防寒ン,ンがそれを完全自動化した。穴布に従って上下する、金属針とシャフトを連動させて、シャフトを個別に上下させ、穴によって指示された縦糸だけを引き上げて、横糸を通し、カードのパターン通りの模様を折る。それまで複雑な模様の布を折ることは、非常に手間がかかったが、模様に対応した。 パンチカードによって、食器の糸の上げ下ろしを制御することで、格段に簡単になった。はじめは人力を用いたが、中級世紀半ばに、蒸気機関を用いた、力食器に応用された。しかし、ジャカード食器は、操作が複雑すぎたため、約40年後の1843年により、操作が簡単なドビー食器が発明され、簡単なパターンの模様の場合は、 ドビー食器が使われるようになった。ドビー食器は簡単なパターンの模様しか織ることしかできないが、簡単なパターンでも長大な紋紙を読み込ませる必要があったジャカード食器に比べて、ドビー食器はわずか16枚の穴の開いた板を用意するだけでよく、織る速度も速くなった。現在の食器では、紋紙や門番が コンピュータデータ化されて、物理的に用意する必要がなくなっており、画像を読み込んでジャカート用とドビー用のどちら用にでも変換できるパソコンの折り物ソフトもあるため、たとえジャカードで折ったものでも、連続した柄や、ストライプなどの簡単な柄の折り物を、ドビー式と呼んでいる場合がある。なお、現在の食器は、ジャカードやドビーといった開口装置と、食器本体が分離されていて、 別々のメーカーや別々の方式のものをそれぞれ組み合わせて使えるが、食器本体ではエアジェット食器やウォータージェット食器といったジェット食器が普及しているため、それらと組み合わせると折る速度が比較的遅いジャカード折りでも19世紀とは比較にならない凄まじい速さで布が折られる。しかし、そのような近代的機械の導入にはコストがかかるので、 冷裁業者ではあまり導入が進んでいない。また、旧来のジャカード食器は、折る速度は遅くても、手折りのような雰囲気が得られるため、高級服食品を中心として、旧来のジャカード食器も現役である。特に高級ネクタイは、旧来のジャカード食器で折られたものが多い。ジャカード食器は、パンチカードを用いて、制御を行った機械である。この方式は、 カードを入れ替えることで、布の模様、すなわち、食器の操作パターンを簡単に変えられることから、その後計算機や集計機に応用されることになり、コンピュータの歴史の上でも重要な発明である。まず19世紀半ばに、チャールズ・バベッジが、解析機関のプログラミングへの利用を試みた。解析機関は実用化されなかったが、 後にパンチカードによるタビュレーティングマシンへの入力が実用化され、さらに後にコンピュータへの入力方式として20世紀後半まで広く用いられた。最近はジャカードのコントローラーとしてコンピュータを使用し、門紙の代わりにコンピュータデータを用いた電子ジャカードが普及している。日本ではメカ式ジャカードの門紙読み取り部のみを電子化し、 ジャカード食器にフロッピーディスク装置を接続したダイレクトジャカードが多く使用されている。2010年代以降はフロッピーディスクの入手が困難になったため、コントローラー装置を最新の電子ジャカードに切り替える更新が進んでいるが、過去の資産の引き継ぎができなかったり、零細メーカーには資金的に苦しかったりするため、読み込み装置のフロッピーディスクドライブのみをメモリーカードや USB メモリで代替したり、行政が補助金を出したりといった対策が取られている。当時は、ドロー食器という二人がかりのシルク生食に、児童がドローボーイとして雇われており、ジョゼフ・マリー・ジャカールは、シルク生食を自動化して複雑なパターンの織物生産での人為ミスをなくし、同時に児童を労働から解放したかった。イギリスによる、 繊維産業支配に挑もうとしていたナポレオン・ボナパルトから資金援助を受けて開発し、ジャカード食器による失業を憂えたシルク食工による激しい反対にもかかわらず、1812年にはフランス国内で1万仙台のジャカード食器が稼働した。シルク生食は自動化され、多くの泥棒医は失業し、児童たちはより危険な工場での仕事を探すこととなった。 1872年に、京都府が、西人企業関係者3名をリオンに送って学ばせ、帰国時に機械を持ち帰らせた。ABC エリック・シャリーン、図説世界史を変えた50の機械2013年、現所棒 ISBN9 兆7845億6204万9233、カフーの終焉世界編成、銀行時代のカフーをめぐって、 加田博ロ法政大学玉論集2011年3月号。ありがとうございます。